日本関東地方千葉県市川市二股二股は千葉県市川市にある地名。現行行政地名は二股一丁目及び二股二丁目と二股。郵便番号は272の0001。旧東葛飾郡二股村。当地区周辺は工業地帯であったが、昨今はマンションも増加し、住宅地としての機能も持ちつつある。町内には、 市川市立二俣小学校や東京経営短期、大学、京葉道路、大塚商会、日通航空、ホームセンターコ南ナ市川原木店などがあり、かつては東京エアカーゴ越テてターミナルがあったことから、現在も航空貨物各社の倉庫や物流センターが多い。ところどころに畑や市街化調整区域もあり、きれいに区画整理されているところはあまりないが、現在は、 新たな市街地の整備計画で、防災機能の確保と江戸川をはじめとする地域の特性を生かした緑の拠点となる公園の整備が予定されている。隣の高谷地区では、外環道や江戸川を渡る、病天橋が整備されたため今後はさらに変化すると、される。だが、改善があまり進んでおらず、土地の有効利用など、早期改善が望まれていても現時点では、 まだ何も決まっていない状況である。周辺は船橋市に接しており、地区住民が生活する中では船橋市側の人々との関わりが強い。また、近くに船橋市との境界が走っているせいか、市境問題がなかなか解決されていない。当地区の最寄り駅は、武蔵野線、総武本線及び、東京地下鉄東西線、東洋高速鉄道の西船橋駅、 バラキ中山駅、京葉線二股新町駅なっており、東京特部への交通の利便性は良い。京都区と成田を結ぶ、古い成田街道がここの古い集落の中で、葛飾神社への道と分かれたということに由来しているという。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、二股市の旧の17の地点で12万8000円。 平方メートルとなっている。2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。